マリアノ・サバレタはアルゼンチン・タンディル出身の男子プロテニス選手。身長183センチメートル、体重77キログラム。ATP ツアーでシングルス3勝を挙げた。7歳からテニスを始める。1995年全仏オープンジュニアシングルスで優勝し、1996年にプロ転校。 1998年4月のボゴタ大会の決勝でラモンでエルガドを64、64で破り ATP ツアー初優勝を果たした。1999年5月のハンブルクマスターズではノーシードから決勝に進出しマルセロリオスに敗れて準優勝している。2000年4月3日付のランキングで自己最高位のシングルス21位を記録している。 サバレタは2000年シドニーオリンピックと2004年アテネオリンピックにアルゼンチン代表として出場した。シドニー五輪のシングルスでは3回戦まで進出し、ベラルーシのマックス・ミルヌイに6、7、2、6で敗退した。4大大会は2002年全仏オープンと2003年全仏オープンで4回戦に進出した。2001年全米オープンのベスト8進出が最高成績である。 1>, 1回戦で、第8シードのセバスチャン・ムロジャン、2回戦で、テイラー・デント、3回戦で、第30シードのグレグ・ルーゼドスキー、4回戦で、グザビエ・マリスを破った。準々決勝では、第3シードのマラトサフィンに46、46、26で敗退した。全米オープンでは2001年以外は1回戦、敗退、ウィンブルドンでは出場した5回とも1回戦敗退で、 勝利を挙げることはできなかった。2009年11月のペルーリマのチャレンジャー大会が最後の出場となり、翌年の2010年に現役引退を発表した。サバレタの8回のツアー決勝進出はすべてクレイコートの大会である。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。